ことに対して、これまで多くの GCM で無視されてきた惑星運動水平成分の水平成分がなぜ重要になったのかということをお話しいたします。まずなぜこのような効果に注目するかですが、本日東大の安田さんも注目して発表されていましたが、中緯度において地球の回転ベクトルは鉛直成分と水平成分を持ちます。この水平成分が、私はノントラディショナルコリオリコーと呼びますが、これが NCT と訳します。惑星運動水平成分によるコリオリコーの元となっています。このような効果は運動方程式において、X 方向と Z 方向のものに含まれており、上昇流に対しては西向き、西風に対しては鉛直上向きの慣性力として働く力です。しかしプリミティブ方程式系においては、地球の大気が十分に浅いという近似を使う際に副運動量などを保存させるために除外されています。つまりプリミティブ方程式系はこのような地球回転ベクトルを扱った方程式と考えてもいいと思います。しかしながら NCT の除外は熱帯においては不適当ではないかということが、これから述べる理由により示唆されます。まず第一に、熱帯ではコサインファイが大きいです。さらに積雲対流が活発なので鉛直流は大きくなります。したがって NCT は大きくなることが示唆されますが、これまでに積雲対流を考慮した NCT の定量的な調査はなされていません。ですので本研究は積雲対流に伴う熱帯大規模運動へ NCT が与える影響を調べることを目的とします。1年前のポスター発表で、 NCT が与える影響は鉛直湿度や圧力節度に対して10% 程度もの影響を与えるということをお話しいたしました。本日はその内容も含めながら、無視できないような影響をなぜ NCT がもたらしたのかということを一つのメカニズムに注目してお話しします。用いた方程式系は、赤道ベータ面の線形化した純成立角方程式系です。で、今ベータ面なのでこの2つの項が NCT です。でこれらの2つを取り除くと、今線形化してますので、プリミティブ方程式の線形化した方程式と一致します。今、エプスナー関数を π と表しています。でこれらに加えて、熱力学の式と連続の式と状態方程式を用います。でこれらのうち、熱力学の式に、等身する非断熱加熱を与えます。で具体的には、季節内周期を与えるんですが、この固定したオメガという時間、依存成分をつけて、与えるので、それに対する応答も同じ時間依存性を持ちます。したがって方程式から時間依存性は除外されて、今強制応答問題として考えているということです。そのプロファイルは、模式的にはこのようになっています。つまり仮想地表面から対流圏外面まで正のみの非断熱加熱があり、そのピークはおよそ9キロにあるというものです。でこれが今回はゆっくり50日周期で等身赤道上を等身するというふうに与えます。その水平領域ですが、本日は2つの実験の結果をお見せします。まず1つ目はスクエア実験と名付けますが、東西南北とも2000キロで赤道上に与えた断熱加熱です。でもう1つは、本研究から非断熱加熱共生の南北の局所性が NCT の影響に非常にクリティカルであるということが分かったので、それを説明するために南北に局所的にしたレクタングラー実験を紹介します。計算領域と解像度はこのようになっています。これから使うことは定義します。まずオン値は NCT を含む結果で、オフ値は含まない結果で、気温値がその差、つまり NCT の気温影響そのものを表す値が気温値というふうに理解をしておいてください。それではまずはじめにオン値の結果をお見せします。これは高度 8.5 キロの水平面図ですが、エプスナー関数接動のオン値をカラーで、水平符をベクトルで示します。これを見ると、非断熱加熱共生の西側でロスビー応答、東側でケルビン応答というのが、どちらの実験においても現れていることがよく見て取れます。それでは、この図に、このエプスナー関数接動のオフ値をコンターとして同じコンターインターバルで重ねてみます。もし NCT の影響が非常に小さいのであれば、それは重なるはずなんですけど、明らかにずれます。それじゃあ、これがどのように、どのくらいずれているかというのを少し見てみます。オン値からオフ値を引き去ることで気温値が求まるので、その図を書きます。すると、カラーがエクスナ関数接動の絵の気温値を表していますが、非断熱加熱共生の西側で高気圧的な影響をもたらしており、水平風もそれに伴うように吹いているように見えます。でその大きさですけど、 SQ 実験においてはオフ値が8に対して気温値は1程度あり、RE 実験においてはオフ値は3に対して気温値は1程度あるということで、
どちらも大きい企業が確認されますが、RE においてはさらに大きな影響があるということも分かります。これが一つの特徴です。でこれから鉛直時代の企業が非常に特徴的であったので、その結果のみをお見せいたします。まず最初に、高度経度断面図です。この図は、鉛直時代の企業値をカラーでオフ値をコンターで表しています。これを見ると、経圧的なオフ値にたオフ値オフ値は経圧的な構造を示すのに対して、企業値は下層から上層まで同幅を持つ等価順圧的な構造を示すということが分かります。またその最大値を取る高度というのは非断熱加熱のそれと一致します。これを水平面図で見てみると、また面白い特徴があります。明らかに非断熱加熱共振の西側で気温は大きくなります。この図は高度 8.5 キロの水平面図で、カラーは鉛直分度への気温値を示しますが、明らかに西側で大きい、さらに赤道を挟んでその南北で高気圧的な渦動を NCT が作り出しているということが分かります。これらのように、これまでプリミティブ方程式で無視されてきた NCT の気温っていうのは非常に大きいんですが、南北に局所的にした場合にはさらに大きくなる、またこのような特徴的な構造を持つということが明らかになりました。これら全ての特徴をこれから紹介する一つのメカニズムに基づいて説明いたします。それが惑星渦動水平成分の立ち上げです。はじめに述べたように、赤道上では水平成分のみを地球の回転ベクトルが持つため、そこには惑星渦動オメガを持った渦管があるということを想定できます。そうすると非断熱加熱が赤道付近に存在する場合には、対応する上昇流の南北勾配がそれを立ち上げ、その南北で高気圧性の渦動を作り出します。それが赤道から離れた場所では圧力セクトを調節するということになります。それではこのメカニズムについて方程式から見てみます。気温値をコントリビューション真のサブスクリプトで定義しますと、今線形方程式ですので、音値の方程式から音値の方程式を引き去って気温値の方程式を作り出すことが簡単にできます。さらに水平発生の気温は大変小さいということはここでは示しませんが証明可能ですので、流星関数に対する気温値をこのように定義すると、気温値に対する鉛直渦動方程式が導かれます。今水平発散項は小さいので無視しています。でこの方程式を見ると、明らかにその右辺の項は惑星渦動の立ち上げを示す項であるということが分かります。つまり、非断熱加熱に対応した鉛直流の南北勾配がこれまで無視されてきた惑星渦動を立ち上げることで、流線関数つまり渦動に影響を与えるということです。でこの方程式が分かることは3つあります。まず1つ目は、RE 実験で見られたように、その南北勾配が大きな場合には立ち上げられる渦動も大きくなります。また鉛直流は下層から上層まで正なので、それに対応した気温値も等価重圧的な構造を示します。で最後に、この左辺はロスビーオートを示す形となっているため、気温値は共線を西側でロスビーオートとして大きくなります。以上まとめるとこのようになります。本研究の話をまとめますと、これまでプリミティブ方程式で無視されてきたノントラディショナルコリオリ項は、この惑星渦と水平成分が非断熱加熱による鉛直流の南北勾配に立ち上げられることによって無視できない影響をもたらすということです。本研究の詳細はこちらの論文に掲載されます。以上です。はい、どうもありがとうございました。次討論お願いします。はい、どうぞ。で解像度っていくつでしたっけ。解像度は125キロとかそれぐらい。それって例えばこの解像度の大きさによって、はい、そのどれぐらい無視できるかとか無視できないかとか変わってくるんですかね。いや、この非断熱加熱共振に対してこの解像度は十分に小さいので、非断熱加熱共振はこの程度の大きさであれば変わらないです。あ、なるほど、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。他に、最初にこのコリオリ力を落とすときに、はい、核運動量保存のために落とすって言ってたんですけども、はい、残したら核運動量保存つくはどうなんですか。残したら核運動量保存つくは破綻します。何かおかしいということですか。はい、まあ、ちょっと詳しく説明はすると長くなるんですけど、この NGT というのは水平方向の運動方程式に対しては鉛直流という上向きの方向に対して働いたりするので、地
球の大気を浅く近似するっていうのはこの中心からの距離 R を係数 A で置くっていうことなので、この空気界の延長方向の運動動きをある制限しているものになります。でその時に、これを含んでいるとそれとちょっと矛盾してしまって核運動量が破綻します。詳しくはホワイトさんという方の論文に書いてあるのでご参照ください。これだけ入れたらその破綻するかというか、まだ何か足らないのか。今線形化した方程式をお見せしたので、何も含まれていなかったんですけど、本来であれば、ここにメトリックターンなどが含まれています。それを含めることで行動速度が何か分かりました。時間となりましたので、これで待機力学のセッション終わりますが、座長からのアナウンス